ラジオドラマで聞く名作文学。私の名はジョン・ドリトル。本業は医師である。だが、人間の患者は一人もいない。ガーガー。先生、急患です。どうしたのだ、ダブダブ。ハリネズミの坊やが引きつけを起こしまして。見よう。連れてきなさい。先生、こっちもお願いします。友達のコリーが尻尾を馬車に引かれました。わかった、ジップ。ハリネズミの次にな。ブヒブヒ。先生、僕にも鼻風邪用のシロップをください。あのとっておきの甘いやつ。まあガブガブ、あなたの風邪なんてとっくに治ったでしょ。それよりダイエットなさい。そのままじゃ順調に歩くベーコンまっしぐらですよ。それはないです、ダブダブさん。ただでさえ患者が多いんです。あまり先生の手を煩わすようなことは控えなさい。ああ、こんなにいる患者さんたちから診察料さえいただけたら、ここまで家計が苦しくなることもないのに。診察料？そんなものをどこからいただけるというのかね。まあいいじゃないか。カワウソたちは診察料代わりに新鮮な魚を持ってきてくれるし、リスたちはクルミだ。先生、そんなんじゃとても足りませんよ。特にそこの豚はマッシュルームを毎日バケツに3杯も食べるんですからね。少しは経済観念を持ってくださいよ。お願いしますよ。今月はすでに8ポンド15シリングの赤字です。いつも正確な計算だな、とうとう。まったく、経理だけ正確でもね。私は別に獣医ではない。元は人間相手の医者だ。だが私の動物好きが人間の患者を遠ざける。それでも私が動物たちの診察をやめることはない。人は私を変人呼ばわりするが、それでも私は困っている動物たちを放ってはおけないのだ。私はジョン・ドリトル。医師にして博物学者、そして動物や鳥たちの言葉がわかるのだ。ヒューロフティング作、ドリトル先生と緑のカナリア。おや先生、また新しい居候ですか。まあ今度の居候は餌代はガブガブの100分の1で済みそうなのが救いですけどね。そうなのだ。まあ珍しい、緑のカナリアだなんて。正確にはカナリアとカワラヒワのハイブリッドだがね。ペットフィーダーのマシューがひどい小鳥屋から救出してきたのだ。先生、そうやって小鳥や犬を助けてばかりではキリがございませんよ。そうでなくても我が家の家計は。まあそう言うな。見なさい、なかなかのべっぴんさんだ。しかも聞いての通り声もいい。まあメスなんですか。メスのカナリアは鳴かないものだとばかり。失礼ですが、アヒルのメイドさん、メスは泣いちゃいけないなんて、誰がそんなことお決めになりましたの？でも、メスは卵を抱いてヒナを育ててこそ。メスだって歌う自由はあるはずですわ。私はそういう無理解な社会とずっと戦ってきたんです。まあ、大変な助決ですこと。歌手としても一流だ。しかも珍しいメゾコントラルト。それでいて出そうと思えばソプラノの音域まで楽に出す。まあ歌では誰にも負けたことはございませんの。
ではピピネラ、記述を続けようか。先生、なんだってそんな新入りの伝記をお書きになるんです？僕の伝記も書いてくださいよ。ガブガブ、君の口述は食べ物のことばかりじゃないか。だからって、ピピネラは波乱万丈の生涯を送ってきたのだよ。これは伝記にまとめるだけの価値がある。では続きだ、ピピネラ。はい、先生。私の鳥かごが繁盛している旅宿セブンシーズの軒先に吊るされて、そこで人気者になったところまででしたわね。そうだ、お前の歌声はお客さんたちを喜ばせた。それで評判になった私は、ある日公爵様のお目に留まったのでございます。ほう、緑のカナリアとは珍しい。これを譲ってもらおうか。サイが喜ぶことだろう。売り物ではないという宿の主人に強引に金貨を握らせて、そうして私は公爵のお屋敷に連れて行かれたのです。玉の輿だね。そうでもありません。公爵は少しも笑わない方でした。正直申しまして、お屋敷は息の詰まる場所でした。まあピピネラよ、お前も私と同じカゴの鳥なのね。カゴの鳥同士仲良くしましょうね。夫とは親子ほども年の離れた公爵夫人もお笑いにならないお方でしたが、ただとてもお美しい方で、その心映えは公爵とは比べようもなく気高いものでした。いつも貧しい人々のことを気にかけていらした。私、そんな公爵夫人を励ますために精一杯歌いましたの。そうしたらいつしか公爵夫人も少しだけ微笑むようになったのです。まあピピネラ、お前は本当に声のいいこと。ですが公爵は労働者に対して冷酷非情でした。鉱山をいくつも経営していたのですが、新型の掘削機械を導入して鉱夫たちを大量にクビにして彼らの恨みを買い続けました。行くぞ。そしてある日ついに労働者たちが暴動を起こしたのです。マージョリー、ここにいたのか。早く支度しなさい。ここはもう危険だ。でもあなた、ピピネラは。そんな小鳥など連れて逃げる余裕などない。さあ早く馬車に乗るんだ。ボートどもはそこまで来ている。公爵は逃げる途中でボートたちに殺されたそうです。公爵夫人も捕まりましたが、日頃の行いが良かったので除名され、外国に亡命されたそうです。残されたお前はどうなったのだ。それでございます、ボートたちは屋敷に火を放ちました。熱い、助けて。私は焼け死ぬ寸前。ほう、あの炎の中で唯一の生存者か。まさに幸運の女神だな。よくローストカナリアにならなかったものだね。まあ、小豚の丸焼きに比べたら食べるところはなさそうで。茶化すでない。それは大変だったな、ピピネラや。まさに九死に一生でした。私はこうして舞台のマスコットに祭り上げられたのです。気をつけ、我がフュージリア連隊の女神、翼ある兵士ピピネラに敬礼。大した出世だこと。フュージリア連隊といえば精鋭中の精鋭だ。1年間に発射する大砲の数だけで3万発はくだらないはず。先生、その袋を遠ざけてください。心配ない、とうとうは生きた小鳥は食べないのだ。我が家の有能な財務担当でな。そうですか。ただ私、猫とフクロウにいい思い出はございませんの。それより続きだよ、ピピネラさん。こいつ
すっかりピピネラのファンになったな。私は連隊の強運の象徴として兵士たちと一緒にあちこちを転戦したのです。私は行進曲を作曲し、軍隊のために精一杯歌いました。総員構え、突撃。戦場へも何度も赴きました。一度などは敵弾が私の鳥かごを貫通し、水差しを砕いていたことさえあります。でもその時も私は奇跡的に無傷で、ますます幸運のマスコットとしての地位は高まったのでございます。ピピネラがいる限り我が連隊は無敵だ。ですがその地位も半年と続かず、労働者たちに同情的だったフュージリア連隊は、暴徒鎮圧に駆り出されても命令を無視して貧しい人々に銃口を向けなかったのです。立派なことだ。暴徒鎮圧の失敗は上層部の怒りを買いました。命令違反の兵士たちは海外の激戦地に送られ、私は連隊のマスコットをお役御免となったのです。私は反乱軍の手で競売にかけられ、そして次に思い出すのもおぞましい。どうしたのだ。炭鉱で生きたガス検知器にされたのです。なんということだ。あの悪兵はすぐにでもやめさせねばならんと私は何度も抗議してきた。はい、何度も死にかけました。それでも有毒ガスを感じると声高く泣いて、何度も甲府たちの命を救ったものです。僕の鼻ならもっと早くにガスを感じたろうね。でもよく命があったな。ある時その炭鉱に視察団が来て、まあなんてことざましょう、こんな劣悪な環境で小鳥を虐待するなんて。ようございます、このカナリアちゃんは私が引き取るざます。文句はございませんわね。こうして私は新しい飼い主老人おばさんの家に引き取られたのです。退屈でしたけど平穏な毎日でした。退屈？老人おばさんは善良ではありましたけれど、女は家庭に入ってこそという旧態依然な考えの持ち主、私とはどこか相入れませんでした。なるほど。そこで私は1羽のカナリアと継がわされましたの。ツインクという格好だけのオスで、歌は確かにうまかったのですけれど。ヘイピピネラ、ここでは僕がトップ歌手だ、わかるかい。君は歌わなくていいよ、僕の歌が目立たないだろう。それより君は子育てに専念してくれたまえ、よろしく。それはさすがに最低だわね。カナリアに限らず全ての女性たちはこの問題を抱えておる。それでも私は5羽のヒナを立派に育て上げたのです。ただそのヒナたちももらわれていって、挙句にツインクとも引き離されてしまったのです。私はまた一羽になりました。それは寂しかったでしょう。それが実はそうでもありませんでした。実は子供たちが巣立った頃、私には一人の人間の友達ができたのです。親友と言ってもいいくらいの友人でした。よう、ピピ、今日もご機嫌だな。それは一人の窓拭きでした。ほう、今日もいい声で泣いてくれるんだな。その青年がステファンという名前だったことはずっと後で知りました。窓拭きという最底辺の職業なのに、いつも陽気でした。ピッピ、お前を見るたびに思うよ、お前をポケットに入れて連れて帰りたいよ。まったくお前は僕の知る限り最高のカナリアだ。彼の顔はどこか好奇でした。
私は彼に会いたいがためにいつもわざと水をはねて窓を汚すようにさえなりました。まあピピネラ、またこんなに汚してしまってしようのないこと。エミリー、いつもの窓拭き業者を呼んでちょうだい。私の度重なるいたずらに老人おばさんも愛想が尽きたのでしょう。そうしてその窓拭きが私の新しい飼い主になりました。さあピッピ、ここが今日からお前の新しい家だぞ。彼は壊れた風車小屋を借りて一人で住んでいました。びっくりしたのは、彼がちゃんと読み書きもできて、それどころか大変な読書家ということでした。そして夜はいつも遅くまで書き物をしていたのです。とても窓拭きを生業としているような人ではありませんでした。ピッピー、またインクのついた足で原稿の上を歩いたね。しょうのないやつだ。このいたずらっ子め。なるほど、窓拭きは世を忍ぶ仮の姿か。きっとテロリストかなんかだよ。めったなこと言うもんじゃない。きっと訳ありの世捨て人だよ。私もそう思います。彼は間違いなくインテリでした。でしたとは？彼はある日を境に帰ってこなくなったのです。行方不明に？はい、いつも通りに窓拭き道具を担いで私を指に止まらせ、今日も行ってくるよピッピ、待ってておくれと言ったきり。それ捨てられたんじゃないの？まさか、彼は全く普段通りでした。何も言わずにいきなりいなくなるような人じゃないんです。まして私を置いていくなんて。きっと彼の身に何かあったに違いないのです。動物と人間の信頼関係、ここに極まれりだな。彼がいなくなってから私はルテンにルテンを重ね、何度も飼い主を変えて、最後はあの小鳥屋の軒先で棚ざらしになっていたところを先生に救われたのです。ですが今も彼のことが気になって気になって。なるほど、ピピネラや。はい先生。その窓拭きさんに会いたいかね？はい、会いたいです先生。わかった、とうとう。はい先生。夜になったらロンドンまでひとっ飛び頼むよ。ロンドン？ああ、チープサイドに頼むんですね。あのスズメの親分のシンジケートを使えば、その窓拭きさんの行方もじきにわかるだろう。わかりました先生。ドリトル先生。緑のカナリア、ピピネラの物語はまだまだ続く。しかしこの記述の続きはまた明日にしておこう。さて少し遅いが、お茶の時間にするとしようか。ドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。